こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットは始めていきたいと思います。いよいよジャパンカップスタートです。フレッシュニール2位の白浜イレブンと、1回戦は当たります。まあ、当然、これ勝ちに行くはずです。そうですね、リーグ戦と、ただリーグ戦も残りの試合が少ないから、ちょっと2位以内を狙うのがしんどいですね。また攻撃的に戻しましょう。の感じで使うよ。キーパーをどうするか。とりあえずハルカー入れるけど、いつでも変えられるような準備します。リオか、ハルカーをリオ入れ替えよう。ちょっとこれでも勝って当然と言わなきゃいいいけないはずです。すごいな、この勝率。こちらアウェーなのに初めて見た、この勝率をさ。さあ、ちょっと勝ちから遠ざかってるんで、勝利の味をつかみたいですよね。したいですよね。軽く決めましたね。タオカ、ネネクラ、ここでエリカ取りました。さあ、ここでユーナ決めろ。決まった、2点目。少し取り戻したい。まあ、パスが決まりました。順調です。エリカ取りました。さあ、逆サイドへ。これはこのアートに渡ったが、これは大きく外れました。これコーナーキックになります。サツキ、ボールを取ったマナミ、センタリング。エリカ3点目です。期待通りだわ、最高。さあ、ユーナ。だが、これはエリカ、もう一回4点目です。殺し合うように決まっていきますね。サンドバック状態です。幸い超えられたが、
しっかり幸子が奪っていきます。センタリング、ゆうな、おっと、外れました。1点終了まで欲しいが、残り5時間があまりない。幸子、速い、速攻、速攻、決まった、5点目。幸子から優奈が決めましたね。優奈自信になってくるでしょう。疲れが見え始めてます。長く抑えに変えましょう。まあ、ほとんど時間がないですね。こう左に、そしてずっと左を入れ替えて抜き取りを入れ替えます。どんどん点数入れたいですね。頑張れ。さあ、リオが取りました。どこまで上がってくるか、センターに打つでしょうね。あっと、サツキー決められない。疲れが斜めと今のとからカナかな、斜めから交代します。うまいスルーパスだが、優奈外してしまう。おかしなことにちょっと1点も取れません。これは謎のパスミスだ。うまい。さつきが一気に上がってきます。そこを飛び込んだ優奈、6点目。すぎますね。まあ、これがあのリーグの差ですよ。さあ、反転攻勢、1点攻勢ですね。さあ、ここを左がエリカ、決まった、一気にまた攻勢に出ますが、須崎にやられた。さあ、クライスはちょっとクライス疲れてきてるかな。さあ、サツキ、優奈がこのフォアポストに当たってしまった。さあ、ほぼ最後の攻撃になるでしょうね。優奈センタリング飛び込んだエリカが8点目。いい飛び込みです。
終了。決まり、試合終了です。さあ、シュートのシーンを次々見ていきましょう。ロンドンで先制です。前半10分、ミューナ、鋭く決めました。こぼれ球を、これがいいかな、リング南はさすがのセンタリングですからね、守備をかいくぐってこぼれ球を一気に叩き込みました。ここがクロスで、ユーナが飛び込んできました。後半、ユーナが、ね、ディフェンスは決めきれません。ユーナ差を広げます。ヘッド、7点目です。後半全然決められないかという時は焦ったりするね。これチャンスを取るんですが、これを決めてほしかったぞ。試合終了ですね。ボールを支配図を持ってますし、シュートの本数も全然違います。はい、4つ課題をいただきました。1回戦突破です。次はですね、東インジバービクトリーとの対戦ですね。浅草サンダーボルトを破ってます。7位ですか。何、ジャイアン、浅草サンダーボルトは2位なんで、これジャイアントキリングですね。まあ PK 戦だったんですけど、事実をジャイアントキリングというのは間違いないです。とトップロードナイタが5位に対して、リンダビスタが6位なので、ちょっとこれはまあ微妙かな。死亡石宝チューンが8位で、アスカギアが4位、まあ、これは有力どころは勝ってますよね。まあ、N1 は全勝ですね。負けはありませんでした。なしか。さあ翌週です。高知四万十先生7位です。これはしっかり勝ちに行きますよ。はい、というわけで、見事に勝つことができました。ジャパン
カップ2回戦東島チームビクトリー、気を抜かずに戦っていきたいと思います。そして、次の4週の公式戦、高知四万十は7位です。しっかりここは勝って再浮上つなぎたいと思います。ゲーム動画で以降ではチャンネル登録者数増やしたいと思っております。ぜひ、チャンネル登録してですね、1000人増やす手助けにしてください。手助けをしてください。よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画は最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画です。